もしもし、私メリーさん。今、学校を出たの。メリーさん、貴様、まさかあの…あのもそのもないわ。私はメリーさんよ。メリーさんといえば、都市伝説、メリーさんの電話。メリーさんと名付けられた人形がある日持ち主に捨てられる。その人形は捨てられた恨みから持ち主につきまとうようになり、ついには背後にまで迫られるという話だったか。確かに先ほどの声からは霊気を感じた。学校か、退治に行くか。いや、ここは誘いに乗ってこのままねぐらに戻って迎え撃ってくれる。もしもし、私メリーさん。今横断歩道を渡ってるの。もしもし、私メリーさん。今赤いポストを通り過ぎたの。もしもし、私メリーさん。今長い階段を登ってるの。もしもし、私メリーさん。今お寺の前にいるの。もしもし、私メリーさん。今あなたの後ろにいるの。貴様がメリーか。あらあら、今の避けちゃうなんてかわいそうに。これからもっと怖い目に遭っちゃうわよ。貴様も邪悪な力に侵されているな。いいだろう、悪霊滅ぶべし。怖い。それじゃあ私も本気で脅かさなきゃ。貴様、学校から来たと言ったな。もしや花子の。そうよ、あなたずいぶん花子さんをいじめてくれたみたいね。いっぱい怖がらせちゃうから覚悟しててね。ほう。